中日ドラゴンズの梅津投手が今シーズントミー・ジョン手術から復活しましたけれども、一気に覚醒を見せました。梅津投手がなぜここまでいいピッチングができるようになったのか、成長した2つのポイントを見ていきます。そして梅津投手が入ると来年の先発ローテーションかなり強くなると、こちらも見ていきます。梅津投手のこれまでの活躍から振り返っていきます。梅津投手は高校が仙台育英、そして大学が東洋大学と、どちらも名門ではあるんですけれども、故障もありまして目立つような成績っていうのは正直そこまで残っていないんですね。最速は153キロ投げられると、ストレートがかなり速いと、そして187センチの体格と、実績はそこまで多くないながらも、こうしたポテンシャルっていうのをとても高く評価されました。いろんな球団のスカウトから声がかかっていて、そうしたスカウトからは即戦力ではないかもしれないけれども、160キロぐらいは投げられるようになるだろう、大谷翔平のようなスケール感があると、スカウトからも大絶賛されて、ドラフト2位とかなり高い順位で指名されました。そして即戦力ではないかもしれないというコメントもありましたけれども、1年目から防御率が 2.34、 そして4勝を挙げる活躍を見せて注目されました。ただプロに入ってからも毎年のように故障に悩んでしまっていて、防御率は通算で2点台ながらも4年間で16試合の登板にとどまっているということですね。本当にガラスのエースなんていうふうにも言われることがありましたけれども、そういった感じではありますね。志願して延長10回まで投げたということも過去にあったんですけれども、その後に右肘の違和感で登録抹消されました。その影響もあったのか、2022年3月にトミー・ジョン手術を受けるということになりました。福留さんであったり吉見さんもものすごい力を持っているというふうにとても高く評価していたんですけれども、やっぱりどうしても怪我に悩まされるようなシーズンが続いてしまって、結果を出していなかったというような状況ですね。吉見さんに関しては、梅津投手は先発だと痛いかゆいというから、中継ぎで逃げられない状況を作った方がいいんじゃないかと、それぐらいまで話していましたし、福留さんに関しては梅津投手が先発ローテーション入ってくると、相当チームは強くなっていくと、そういったコメントもありましたし、 OB の方々もとても期待しているピッチャーです。では続いて、梅津投手がトミー・ジョン手術から復活して大きく覚醒していると、こちらも見ていきます。梅津投手はトミー・ジョン手術からのリハビリ期間で体重が8キロアップしたというような報道がありました。見た目の体格っていうのも明らかに大きくなっていまして、パワーアップした印象があります。右下が梅津投手のリハビリ後の写真なんですけれども、明らかに右腕が太くなっているということがわかりますね。トミー・ジョン手術を受けると一般的に平均球速が3キロぐらい上がるというふうに言われているんですけれども、やっぱりその最大の要因としてはリハビリ期間に体を大きくするからだというような説があるんですね。人体が強くなってだからこそ球速上がるとか、そういった話もありますけれども、一番信頼性が高いという情報ですと、やっぱりリハビリ期間のトレーニングが影響しているというような説があります。梅津投手はまさにその例で、リハビリ期間で体を大きくして最高球速が4キロもアップしています。2021年は平均球速が147キロに対して、今シーズンは平均が150キロということで、平均球速最高球速ともにアップしているということですね。データで見ますと、球速が上がるほどに被打率が下がるというような統計データがありますから、梅津投手のピッチャーとしての力っていうのがこの球速アップによって間違いなく上がっていると。トミー・ジョン手術で長い期間一軍で投げられない期間が続いてしまいましたけれども、それでもパワーアップしたということは間違いないと思います。今シーズンは怪我の影響もあって3試合のみの登板ではあるんですけれども、防御率としては0点台、そして被打率としては1割4分5厘ということで、梅津投手のキャリアの中でも最もいい数値が残っています。体を大きくしたことによって球速が上がったというのは一つ分かりやすい成長のポイントなんですけれども、もう一つ進化したポイントがありまして、こちらについても見ていきたいと思います。梅津投手はトミー・ジョン手術から復活した後、球速だけでなくコントロールが大きく向上していると、ここも注目すべきポイントです。過去の4年間で1軍の四死球率で見てみると 4.33 という数値になっておりまして、9イニング投げるとだいたい4個から5個ぐらい四死球が出るという数値になっていて、2イニングに1個ぐらいということで比較的高い数値にはなっています。ただ今シーズンは2軍では四死球率 2.48、 1軍では 3.32 と大きく良化しているというような数値が残っています。球速がアップして、なおかつこれまで課題だった制球力も向上したということで、当然ながら今シーズンは過去と比較しても1軍でいい成績が残ったというような梅津投手ですね。これまでは1軍でもいい投球をするときはあるものの、制球を乱して降板してしまうとか、そういったケースもあって、ちょっと全体的に安定感が課題だったなというような印象がありました。
梅津投手は年齢や体の変化があるので毎年同じフォームとはいかないということですね。現在は来年に向けてさらなるフォームの改善に取り組んでいるというような状況でございます。そして梅津投手は立場的にもやらないといけない、来年いい成績を残すためにまだ力不足なのでと、来年に向けてかなり入念に準備を進めているというような状況ですね。梅津投手自身も来年はローテーションでなんとか頑張ってくれというファンであったり首脳陣の期待っていうのももちろん受けていると思いますし、加えて大卒6年目を迎える来シーズンということになって、まあ、年齢的にもそして年数的にもやっぱりもうそろそろ一軍でしっかりと一本立ちしてシーズン通して結果を残さなければいけないというような時期に入っていると思います。なので梅津投手としてもやっぱり立場的にやらないとというような危機感もあると思いますし、まあ、そうした危機感を持ってこのオフにより成長して来シーズン開幕からなんとか頑張ってほしいなと思いますね。では続いて梅津投手が入ってくると先発ローテーションかなり強くなると、こちらについても見ていきましょう。今シーズンの中日ドラゴンズの先発ローテは梅津投手がリハビリ期間、そして大野雄大投手も1試合投げたのみで、まあ、手術となってしまって開幕からローテーションが結構不安定な状態が続いていました。ただ来シーズン見ていくと梅津投手、大野投手が復活する、そして途中加入のメヒア投手が開幕から投げられるということですね、まあ、かなりプラスの要素が多いんですね。大野投手、柳投手、小笠原投手、高橋宏投手、メヒア投手、梅津投手、この6人で先発ローテーションを組むことができれば他球団と比較しても強力な先発ローテーションになるということは間違いないと思います。本当に12球団の中でもかなり強力な部類に入ると言っても過言ではないでしょう。そして他にも涌井投手であったり松葉投手、根尾投手、中地投手、まあ、こうした谷間を埋める候補のピッチャーっていうのも多数控えているような状況です。梅津投手に来シーズン期待することとしては、とにかく怪我なく1年間ローテーションで回ってくれるというところですよね。これまでは最多のイニング数で見ると2020年の 43.1 イニングと1年間投げられるようなシーズンというのが一度もないですし、当然ながら規定投球回に達したこともないと。逆に言えば梅津投手の能力からすると1年間ローテーションでしっかりと回ってくれれば防御率2点台ぐらいはなんとか期待できるんじゃないかなと。そして打線の援護次第では勝ち星っていうのも結構ついてくると思います。これまで梅津投手はまあトミージョン手術を受けたということで、それまでもまあおそらく不安な箇所とか結構あったと思いますし、まあ、その中でも戦っていたからこそ離脱が多かったと思います。トミージョン手術によって不調の部分っていうところに不安がなくなって、まあ、なおかつ1年以上しっかりと休めたということですね、まあ、かなり体的にも万全な状態になっていると思います。なので、まあ、来シーズンに関しましてはなんとか1年間通して投げてもらって、その時にどれぐらいの成績が残るかっていうところを楽しみにしていきたいと思います。以上です。